経済財政政策、少子化対策、男女共同参画、社会保障、税一体改革担当大臣の記者会見です。この度内閣府特命担当大臣を拝命いたしました与謝野薫でございます。私の担当は経済財政政策、少子化対策、男女共同参画でございます。合わせて内閣の担当大臣として社会保障、税一体改革の担当も務めることとなりました。本日の閣僚就任につきましては、いろいろなご批判があるとは思っておりましたけれども、税制改革あるいは社会保障の持続性確保等はこの10年来私が心血を注いできた仕事でございまして、菅総理もこの2つの問題に並々ならぬご決意を持っておられるということで、私も進んでこの役職をお受けすることといたしました。関係者は多数おりますので、一歩ずつコンセンサス作りに努めてまいりたいと思っております。以上です。大臣、NHK の小川です。大臣の著書で民主党政権が日本経済を破壊するとまでおっしゃってます。そうした大臣が官内閣に入ることについて批判承知の上だということですが、なかなか理解得られないと思います。それは財政の状況をこのまま放置しておきますと、金利が金利を呼ぶという、また金利が借金の残高を増やしていくという、ストックの面でも非常な大きな障害が起きます。また、フローの面では、やはり予算の中の今年の予算で言えば、税を超える財源が国債発行によって調達されていると、こういう不健全な状況というのは、長く続ければ、必ずやはり長期金利は上昇しますし、日本に対する国際的な信任も失われると。こういうことで、財政が経済に大きなダメージを与えるということになると。やはり、あの本の中で私が主張したかったのは、やはり財政の規律というものを回復しなければならない。これは自民党時代から申し上げていることで、自民党時代には一定のレールは敷くことはできましたけれども、それでも財政の悪化を食い止めることはできなかったと、そういう思いがありますので、今回、参議院選挙を前にして、菅総理があえて消費税に触れられたという意気に感じて、閣僚に就任した次第でございます。毎日新聞谷川です。税と社会保障の与野党協議について伺います。自民党はこれまでマニフェスト等で掲げてきました年金の税方式、あるいは年金の一元化については、野党から批判が多いわけですが、与野党協議をスムーズに進めていく上で、前提として、民主
党のマニフェストを修正する必要があるとお考えか、あるいはその部分は棚上げして、一定の合意を得ることが可能とお考えか。給付については、いろいろな案が出されています。民主党だけではなく、例えば、読売新聞社が作られた案、あるいは日経新聞が作られた案、いろいろなものがあります。それぞれ一長一短がありまして、完璧なものはないと私は思います。特に給付の方は、制度設計は比較的容易ですけれども、給付に見合う財源をどこで見つけるのかということは、どの案を取っても難問であると私は思っております。麻生内閣の最後の段階で、安心社会実践会議というのを作りまして、いろんな方にご参加をいただいたんですが、その時の報告書の基調というものは、やはり民主党政権下でも受け継がれていると思っておりまして、あえて言えば、社会保険方式というものを前提としているというふうに私は理解をしております。全額税方式、あるいは最低保障年金、いろいろないいアイデアありますけれども、やはり年金改革を行うにあたっては、制度移行が、35年も40年も変わるというものが現実性があるのかという問題もありますし、また、すべて税方式ということになりますと、膨大な財政需要が出てまいりまして、それが実現可能かとか、まあ、年金の問題は国民の多くの方が関心を持っておられますので、すべての今まで出された案、民間の案を含めて、総合的に検証する必要があると、私は思っております。大臣は先ほど著書の中で、民主党の子ども手当ですとか、そういった政策をばらまきと批判されてきました。で、今回、内閣に入るにあたって、こういった今まで批判されてきた民主党の政策をに対して、どういうスタンスで臨まれるんでしょうか。我々も麻生内閣で作りました第二次補正予算の中で、いわゆる子ども手当に非常に似たものを導入いたしました。で、その時の説明は、やはりそういうものは政策効果があるという説明をし、そういうことがあるという確信のもとにやったわけです。民主党の子ども手当というものは、やはりそういう政策効果に対する確信というものは、導入当初は十分説明されていなかったと私は思っております。時間です。あと一問手短にお願いします。日経新聞の黒沼ですが、税と社会保障の改革と、それからそれも含めたその経済財政運営というのは、現場国家戦略大臣ともですね、役割としてかぶってくるところが多いと思うんですが、その辺の役割分担というのはどのように図っているかというところでしょうか。それは仕事は、一人でやるんではなくて、やっぱり協力しながらやった方がよく進むと思っておりますので、
現場大臣とは十分すぎるほどの連絡を取り、緊密な連携のもとに総理の言われている目標に向かって進みたいと思っております、はい。恐縮ですが時間ですので、じゃあ最後の一問にしてください。はい、すみません。東京新聞の菊谷と申しますが、東京1区でですね、共にいつも選挙で戦われた海江田さんと今度同じ内閣で政策を推進することになると思いますが、このことで与佐さん、ご所感はいかがなものでしょうか。海江田さんも有能な方なんで、通産大臣、経済産業大臣にこのためご就任されましたけれども、経済産業省は TPP をはじめ非常に重要な政策課題を抱えておられるので、必ずや海江田さんはいろんな政策課題をうまくこなしていかれると私は信じておりますし、その点については選挙の競争関係とは別にエールを送りたいと思っております。はい、以上をもちまして与謝野大臣の記者会見を終わります。ありがとうございました。